おはようございます、コウマイです。さあ、いよいよラミー2000万年筆を開封したいと思います。非常にワクワクします。では、スタート。はい、パッケージはこれですね。黒にシルバーのエンボスのロゴが入っています。こんな感じです。早速開けてみましょう。ロゴが残りますね。そしてこれですね。どうでしょう、楽しみですね。まず本体から見ていきましょうか。非常にシンプルな軸ですね。そしてここの質感が本当たまりませんよね。このクリップもすごくシンプルで、ステンレスのヘアラインでしょうかね。そしてここにですね、小さくラミーと入ってますね。ロゴ本当に小さいです。このトップは少しツヤのあるブラックですね。そしてこちらはシルバードットみたいな感じですね。ここはこういう引く感じですね。いやー、このプロダクトがすごく綺麗ですね。バウハウスのデザイナーがやったそうですね。いや、お見事ですよね。非常に刺激を受けます。キャップは後ろにこういう感じで刺す感じですね。そして持つとこういう感じですね。ちょうどいい長さ。そして、大体の万年筆はですね、軸が、軽いんですね。でこれもですね、この軸の方は軽いんですが、ここにスチール、鉄が入りますので若干、重心が前に来ます。それがこの書き味、非常に私にとってはこの書き味につながりますね。はい、こちらはですね、インクはですね、後ろのこちらですね、ここを回すと、まあ、インクを吸い上げるっていうタイプですので、ちょっと入れてみたいと思います。今回もですね、今回はインクは色しずくですね。色しずくのつくしというのを買いました。本当はですね、ボルドーみたいな赤いのを欲しかったんですが、ちょっとなくてですね、まあ赤と茶色はちょっと、憧れてましたので、今回はこのパイロットコーポレーションさんの色しずく INK50TK ですね。こちらのインクのボトルもですね、非常に綺麗です。ずっとこれも憧れてましたね。早速開けてみます。このボトルもですね、もう何度も何度も YouTube で見て憧れていました。綺麗ですね。形は楕円ですね。そしてなぜかここに紐がぶら下がっています。
と早速入れてみたいと思います。はい、早速入れてみましょう。キャップを外して、キャップの口をまずは拭き取ります。そしてこちらはですね、通常の万年筆のインクの入れ方とは違ってですね、こちらの軸をまずは左回転します。そうするとピストンが上がっていくらしいですね。このような状態ですね。見えますかね。この状態でボトルにつけるってことですね。そして時計回りに回します。そうすると吸い上げるということですね。こういう状態なんですね。これをティッシュで拭き取ります。でキャップをはめてですね、これで少し置きたいと思います。そろそろいいかなと思いますね。キャップをちょっとこの場合は後ろにつけますね。さあ世紀の一瞬です。書けますでしょうか。最初ですね、店頭で試し書きをした時にはやはりちょっと引っかかりがあったんですが、調整していただきましたのですごく滑らかです。店頭でですわ、ですわ、ね、店頭で書いた時は少しこのペン先と、まあ、紙の関係もあるんだと思うんですけども、重たい感じがしたんですね。滑らかじゃなかったんですよ。今はすごく滑らかです。この紙との相性がいいのかもしれません。うわすごくいいですよ。まあ、いつものように絵を描きましょうか。正面に描きますね。こうして重りにするのもおしゃれですね。昨日ですかね、テレビで NHK で海外に住んでいる何て言うんでしょう、アウトドア家具のまあコーディネートですかねの人のやつがやっていて、すごく面白かったです。刺激を受けましたね。ベルギーだしですね。ベルギーはですね、非常に、まあ、天候は悪いんですけども、ちょっとペンの話とは全く違いますけどね、天候は悪いんですが
外に出て、まあ、ライフスタイルを楽しむっていう習慣らしいんですよ。ですからこの外の、ソファーとかチェアとかテーブルとかが非常に大人気だそうです。なんかそういう生活もいいなと憧れましたね。ちょっと髪との相性がよくいいのか、すごく滑らかです。本当に店頭で触った時にはですね、一瞬買うのをやめようかなと思ったぐらいなんですけども、ちょっとペン先と髪のあれがですね、重たかったんですね。なかなかいいです。日本語も書いてみましょうか。この何でしたっけ、つくし、いいですね。ラミー2000だったと思いますの2部は M にしました。そしてインクはパイロットとの美しいですね。茶ですね、これを購入しましたね。なかなか好まれすぎですよ。スケッチもいいですし、文字、漢字、OK ですね。いや、これは好きすぎているペンにまた入り込みそうですね。でここにですね、見えるかどうかわかりませんけども、まあ、軸が透けていて、インクの量っていうんでしょうかね、まあ、色がわかるというんですけども、なかなかわかりづらいですね。軸のここにですね、シルバーっぽく見えますけども、これがですね、このキャップのホールド感、こうしてこういうカチッと言いましたね、そのホールド感ですね。はい、またまた素敵な一本が相棒になりますね。まあイメージ通り異常の書き心地と満足感が得られます。そしてこの軸のスタイル、非常にシンプルで綺麗ですね。ラミはちょっと何本か、ホルダーとかシャープとか紹介してます。同じ樽型のデザインですね。スケッチを見せてね、この太いところがあって、そして文字を書くときには細いところ、機能的ですし、非常にこれはいいですね。これを本当に大切に使いたいと思います。もしこの動画が良かったなという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。